令和6年3月8日鯉のぼりが相川橋から三幸橋の間に今年は去年より20匹増えて370匹の鯉たちが泳いでいます。伊吹山もかすかに雪はかすかになりました。暖冬ですね。3月ですとまだ真っ白で桜の咲く頃も白いんですけど、もう山が黒くなってますね。桜はまだ全然ですね。開花予想は3月の25か6。ぐらいの予想です。伊吹おろしが強いから毎年何匹かは風に飛ばされてしまうんですけど、去年はたくさん鯉のぼりを寄付していただきまして、去年より20匹ぐらい多いですね。風が強くてちょっと風の音が入ってしまってすいません。この伊吹山が白いともっと綺麗に見えるんですが、残念ながら今日は風が強くないと思ったんですが、やっぱ河原に来るとすごいですね、風が。まあそのおかげで鯉が元気に泳いでいます。昨日は一日がかりでこの鯉を取り付けて、ワイヤーは電気設備の会社さんがやってくださったんですけど、今日は予備日で、昨日できない場合は今日と組んでたんですけど、一応公開が明日から3月9日から5月の6日まで、連休明けまで駐車場はこの三幸橋から西と相川橋の東側が駐車場になります。明日からですね、垂井町の広報を見ていただくと載ってると思います。この対岸も止めれます。でこちら側は止めれません。こちら側は止めれませんから注意してくださいね。桜が咲くと両岸が桜が綺麗ですが、この垂井宿場川がもうこれトンネル、桜のトンネルになりますから、鯉のぼりを見ながら桜も楽しんでいただけると思います。鯉のぼりは明日から5月の6日までですから、皆さんよろしくお願いします。相川児童公園からお送りしました。